こんにちは、マースケチャンネルです。今回はもうですね、まあ、前回に引き続き、2人組をこう、ね、変えてみようと思って、なるべくね、暇つぶしになるように時間かかるね、お絵描き描こうかなと思って、また2人組に挑戦しました。今回描いたのは乃木坂46の、4期生八久保美代さんと、5期生池田照さんでした。最近はね、5期生を覚えようと思ってね、5期生をね中心にね、まあ書く気になってますので、今ね5期生を今書いてるところです。はい、今日はですね、次のね、ネタも考えまして、次のねネタも5期生のメンバーとなっていますので、楽しみにしてください。じゃあまずはね、今回のお絵描きを解説したいと思います。まず下書きは2H で、はい、下地塗りです。肌の下地塗りは、まあ、薄だいだいで、目の方は茶色、それから瞳を黒、それから、目尻のところにね桃色を入れて、ね、質感を表現しました。唇の下地塗りは、桃色です。はい、で肌の方に今度は影を入れるということで、濃い部分、影の部分は、ね、トンボ鉛筆の色辞典シリーズの、シェルピンクを使います。はい、髪の毛の下地塗りもしておきます。明るい茶髪、今回は、ね、明るい茶髪ということで、下地塗りにまずね山吹色、黄色だと、ね、ちょっと明るすぎるので山吹色を使います。で目の方にもねちょっとね白じゃなくてネズミ色かを入れて、ね、色をつけておきますが、まだこれでも明るいので後でね調整しようとこの段階で考えています。はい、今度は右側の池田照さんの髪の毛は今回黒髪なんですけれども、黒と他にこのね光が当てる部分は、水色とそれからね桃色をつけて、光が当てるような感じをの質感を表現しようと考えています。はい、だんだんね、まあ、もう濃くしていきますよ。でね、難しい色はですね、先ほど下地塗りのところで、山吹色と言いましたが、まあ、茶髪らしくするということで、まあ、茶色をね、塗りました。だけど、まだね光が当たっている部分はですね、こういったところはなんだ。薄青もしくは水色で塗って、茶色で塗って、消しゴムで消して、また薄青で塗って、髪の毛 の黒でこうね線を引いていくっていう風な感じで、質感を表現しようと思っています。あ、ちょっと、はい、これが完成ですね。今言いました薄青で塗ったところからまた今度髪の毛黒で線引いて、髪の毛らしさを表現しています。こっちもね、先ほどちょっとピンクだったんですけども、ちょっと明るすぎたので、まあ、水色を入れて、ね、光が当たってる部分を表現しました。こういったところは、黄色とほら青なんか出すから緑色っぽくなるんですが、またね一度消して、また上から、山吹色、黄色を塗って、茶色を塗ったりしてて、こう何度も何度もね色を重ねてね、いくというのがそのお絵描きのね、コツですね。はい、というわけで今回は、またね2人組に挑戦しました。次はねちょっと疲れたので1人だけということでね、まあ楽かなって思ってますけどね。でも楽かなって1人はねだからでも楽かっていうと、何しろ今度はまた初めて描くね5期生のメンバーなので、まだねどんな人物かあんまりテレビにまだ露出がないので知らないんです。知らないとその漢字がね絵の方に込められてないと全然ね誰だか分からなくなってきちゃうので難しいところなんですが、その難しいのもね、挑戦して、あとだんだんねこう慣れていこうという考えでいますので、今回もやってみたいと思います。はい、ということで、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。